皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて現在松阪市では潜在保育士復職就職支援研修会の参加者を募集しています。松阪市では結婚や育児などで保育の仕事を離れたものの復職を希望している方を掘り起こそうと毎年研修会を実施しています。研修会では市内保育園の状況の講義や先輩保育士との懇談会のほか保育園での実習や見学を実施します。研修会は来年1月13日から15日の3日間行われ1日のみの参加も可能です。参加申し込みは1月7日木曜日まで行っています。保育士資格をお持ちの方なら現場経験がなくても参加できます。詳しくは子ども未来課までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしております。それでは今回のラインナップです。市内の小中学生が松阪の景色を描く松阪景観絵画コンクールの表彰式が行われました。飯南高校で地元企業との交流会が開かれました。原田二郎旧宅で開かれている企画展五条番屋敷と領収者をご紹介します。元織宣長記念館で開催中の特別展宣長が見た日本をご案内します。